ロイヤル・スコティッシュ・ナショナル管弦楽団は、スコットランドの最大都市グラスゴーを本拠地とするオーケストラ。グラスゴー・ロイヤル・コンサート・ホール及び、ヘンリーウッド・ホールを拠点とし、エディンバラ国際フェスティバルや BBC ・プロムスにも定期的に登場している。1891年に、スコティッシュ管弦楽団として設立される。1950年に、スコティッシュ・ナショナル管弦楽団と改称した。 1991年から英国王室の財政的支援を受けることとなり、名称にロイヤルを冠した現在の名称となった。1959年により、アレクサンダー・ギブソンがスコットランド出身者として初めて主席指揮者に就任し、彼の25年にわたる長期政権の下で大きく発展を遂げるとともに、世界的知名度を獲得した。ギブソンの専門分野であった、 北欧の作曲家の解釈は高い評価を得た。さらに、後を引き継いだネーメヤルビ、そしてスコットランド出身者としては二人目となるブライデントムソンによって、この特色はより強固なものとなった。現在の音楽監督はピーター・ウンジャン。警官指揮者をネーメヤルビが、名誉指揮者をバルター・ベラー、アレクサンドル・ラザレフが務めている。 1980年から1990年代には、シャンドスに多数の録音を行っている。代表的なものには、ギブソン式によるシベリウス公共曲全集、トムソン式のニールセン公共曲全集がある。近年は、ナクソスへの録音が多く、ゲオルクティントナー式によるブルックナーの公共曲、録音やデイビッド・ロイド・ジョーンズ式によるイギリスものなどが有名である。 ありがとうございます。